様は天才水墨画家、そして彼が大切に世話をしている馬との絆の物語です、というコメントをいただいております。それでは一無七夜の皆さんです、どうぞ。皆さんこんにちは、一無七夜と申します。東京から、千葉までやってまいりました。我々この千葉よさこい、とても大切な大好きなお祭りですので、皆さんとの前で踊ることを、とても嬉しく思っております。いろんなチームさん今日踊ると思いますが、こんなチームもあるんだなっていうふうに覚えて帰っていただければ幸いです。ぜひ、我々のことを見たら七夜と声をかけていただけるとチーム一同喜びます。よろしくお願いします。それでは参ります。我家計を望む者なり、いつも長屋住みかけの馬とかな人のようなまだ長さ悲しきこともより思うまま七夜。
とうございました。いつむ七夜の皆さん、ありがとうございました。水墨画をテーマにした